アイテニアム、アイテニアム、アイテニアムは、インテルが2001年にリリースした、64ビットマイクロプロセッサヒューレットパッカードと共同開発した、高性能サーバ向けの命令セットアーキテクチャある IA-64 を初めて採用した。アイテニアムに、アイテニアム2は、翌2002年に発表されたアイテニアムの後継で、3次キャッシュを内蔵させるなど、 性能の向上を図った。2008年2月25日、インテルは、アイテニアム2の表記を、アイテニアム9000などに変更した。これは、プロセッサナンバーの採用により、アイテニアムとアイテニアム2を区別する、必要性が薄れたこと、ブランド力の強化などが挙げられる。16ビット及び32ビットの X86。 命令セットアーキテクチャのマイクロプロセッサーによってパーソナルコンピュータ市場では事実上の標準となったインテルは1994年に独自の64ビット命令セットアーキテクチャである IA-64 を発表し従来の32ビット X86 アーキテクチャを IA-32 と呼ぶようになった IA-64 は 従来の X86 から32との命令セットレベルの互換性という制約を捨てる。代わりに、ヒューレット・パッカードと共同開発した EPIC アーキテクチャを採用し、コンパイラなど主にソフトウェアによる命令レベルの並列性を発揮することで性能と将来への拡張性を確保することを目的とした。インテルは IA-64 により、 各社のリスクプロセッサが占めるハイエンドの64ビット市場に進出し、HPE は従来からの PA リスクからの移行を表明した。IA-64 は同時に特許などで保護されたアーキテクチャであるため、AMD などの互間プロセッサメーカーの振り切りを狙う目的もあり、将来的には IA-32 からの移行も掲げられていた。またインテルが メーカー各社に供給することで、幅広いハードウェアやソフトウェアで、サポートと大量生産による価格競争力の向上により、当時の32ビット市場における IA-32 に続いて、次世代の64ビット市場で事実上の標準となることが提唱された。しかし IA-64 を採用した最初のマイクロプロセッサであるアイテニアム、コードネームマーシドは、 開発が遅れ、当初予定の1999年から2年後の2001年にリリースされたが、当時の各社リスクプロセッサだけではなく、ザイオンなど自社の X86 プロセッサと比較しても、価格性能比が低く、サポートするハードウェアやソフトウェアは広まらず、また、X86 エミュレーションの遅さもあり、広くは普及しなかった。 2002年には性能を改善した i t n ニアム2がリリースされ、2008年の i t n ニアム9 0 0 0番台への名称変更を経たが、同時期の各社プロセッサと比較しての価格性能比や、さらに6 4 b ット命令セットアーキテクチャとしては、後発の X86 から32を6 4ビット拡張した X64 が普及したこともあり、 2010年現在、IA-64 の普及は一部のメインフレームやミッドレンコンピュータの移行先など限定的な市場に止まっている。ITENIUM2 の位置づけはリスクプロセッサーサーバーやメインフレームの置き換えであるとされており、そのため信頼性の向上にプロセッサレベルで対応している。シリーズ共通の特徴は以下の通りである。 キャッシュ設計上の興味深い点として、L にキャッシュがルーを使わずに、セマフォーを操作できるロジックを備えている点である。デュアルコアである2006年7月発売の製品を、皮切りに、以降のイタニウファミリーは、マルチコアチップとなる。最初のバージョンは2001年に出荷された。コードネームは、マーシド180ナノメートルプロセスで製造され、 動作周波数は733から 800MHz。外部3次キャッシュとして 2MB か 4MB を選択できる。価格は1200から 4000US ドル。しかし、性能は満足のいくものではなかった。IA-64 モードでは、同クロック周波数の X86 と比較して、若干性能が良い程度で、エミュレーションで IA-32 のコードを実行すると非常に、 低い性能しか出なかった、同クロック周波数の X86 の8分の1。0.18マイクロメートルプロセスで製造される、第1世代のアイテイニアムに IA-64 命令セットに、ブランチェロング命令が追加された。IA-32 性能は向上したが、同時期の X86 プロセッサの性能には遠く、及ばず。 マキンディでの X86 コード実行速度は3分の2のクロック周波数のペンティアム E と同等である。開発初期段階ではフラグシュタフという名称で開発されていた。2003年6月末に登場した0.13マイクロメートルプロセスで製造される第2世代のアイテイニアムに大サイズは374平方ミリメートル、消費電力は マキンリーと変わらず130ワット。発表当初は3次キャッシュを最大で6メガバイト搭載するものが出荷されていたが、後に最大で9メガバイト搭載するものが発表された。2005年には FSB が667メガヘルツのものが発表された。最新のものはスペシフップで2801を記録した。2003年に リリースされた 2CPU までの SMP に対応したマジュソンの派生版。低電圧版の位置付けでマジソンよりも消費電力が大幅に抑えられている。消費電力は 63W でブレードサーバや一優サーバ向きである。ヒューレットパッカードが MX にデュアルプロセッサモジュールとして2003年に発表し2004年から出荷した。 アイテイニアム2を2次利用したプロセッサ。2つのマジソンコアと32メガバイトの L4 キャッシュを通常のアイテイニアム2と同じサイズにパッケージ化したもの。HP のみが販売しており、最近では 1.1GHz で各コアに4メガバイトの L3 キャッシュを搭載したものを使っている。2004年に登場した 2CPU までの SMP に対応したマジソンの派生版。 通常電圧版では FSB クロックが 533MHz に向上している。2006年7月18日に発表、即日発売されたアイテ n i a 2シリーズの中の一つ。当初の名称はデュアル・コアアイテニアムにプロセッサ9000。この9000はプロセッサナンバーで、講義では QXXX の総称とも言えるが、 競技として 90XX の総称でもある。後のアイテイニアム2の名称のアイテイニアムとの統合により、このプロセッサの名称はアイテイニアム29000からアイテイニアム9000に改められた。インテルの発表ではアイテイニアム2 9千5 0は全世代に当たるマジソンとの比較で、性能が最大2倍、消費電力が最大2割減となり、消費電力当たり性能は 最大2.5倍に達するとしている。9000シリーズの基本共通は、製造プロセスルールは90ナノメートル、L2 キャッシュ容量は2.5メガバイト、デュアルコアのコアごとに1メガバイトのコードと0.25メガバイトのデータをキャッシュする。L3 キャッシュは最大容量の製品で24メガバイト、補助機能として、バーチュラゼーションテクノロジー、通称 VT、ハイパー、 スレッディングテクノロジー、同 HT、一部の製品で無効化されている、キャッシュセーフテクノロジー機能を搭載する。熱設計電力は9010のみ75ワットで、シングルコア。モントシートに用いられる。HT 技術は、ネットバーストマイクロアーキテクチャでの同時マルチスレッディング、サイモルテイニアスマルチスレッィング SMT とは違い、CGMT を使用している。 モントシートの機能強化版。2007年10月31日即日販売された。名称は、デュアル、コアアイテイニアムプロセッサ9100番台。製造プロセスルールは90ナメートル、最高 1.66GHz の動作周波数、667MHz の FSB を備え、104W 以下の消費電力で動作。二つのプロセッサとチップセットが、 同じバスに搭載されたサンロードバスによってエンタープライズ及びハイパフォーマンスコンピューティング HPC での使用において優れた能力を発揮する。また、サーバーの利用が低い時の消費電力を削減する新機能デマンドベーススイッチングによりエネルギーコストの低減にも寄与する。さらに2008年第1四半期からコアレベルロックステップ機能付きモデルを 出荷開始する。この機能は、プロセッサーコア内で起こるエラーの検出を確実に行うことで、データの完全性とアプリケーションの信頼性を向上させる新技術である。2010年2月9日発表。コアごとに 6MB の L3 キャッシュを搭載し、クイックパスインターコネクトと、2つの DDR3 メモリコントローラを備える。 クイックパスの合計帯域は 96GB、セックとなる。かつて、ホクストンテクノロジーと言われていた、インテルターボブーストテクノロジーを備える。製造プロセスルールは65ナノメートル発送メタルである。従来のアイテニアムプロセッサに比べ、低電圧動作が可能となっているが、4コアになった分、TDP は最大 185W と大きい。 トランジスタ数は20億5000万個、大サイズは約700平方ミリメートルと巨大なものになっている。また、ソフトエラー対策を強化し、宇宙船の中性子によるエラーを1、80から1、100に抑えたとしている。プロセッサコアは90ナノメートルのモントシートコアを65ナノメートルにシュリンクした以外は目立った改良はない。2008年19時点で、インテルは、 45ナノメートル背景9層メタルの IA-32 プロセッサを出荷している。当初の発売予定は2007年であったが、2008年末に延期され、2008年末にはさらに2009年半ばへ延期され、2009年2月にはデザイン修正のため2009年後半に延期された。2009年5月にはリリースを再び延期し、 出荷予定を2010年第1四半期に設定し直した。2010年2月9日、当初予定から3年遅れで、アイテイニアムプロセッサー9300番台として発表された。2012年11月9日発表。9500シリーズは、竹ラの後継プロセッサーとして、パオロソンとの開発コード名で開発された。 製造プロセスルールは45ナノメートルはスキップして32ナノメートルを採用し、最大8コア、マルチスレッド処理を強化し、特に仮想化などの並列処理用の命令を追加した。インテル VTX、VTD、VTI 対応。クロックは最大 2.53GHz となった。2010年から実施している、ザイオンとの基盤要素共通化を反映させたとしている。 対応メモリは DDR3 から800と DDR3 から1067。2017年5月発表。当初はザイオンとソケット互換にする計画もあったが、アイテイニアム9500と互換になった。プロセスルールは5年前に発表された 95XX と同じ32ナノメートルで、コア数も変化なし。 インテルのデータシートによると9500から上位2つのクロック周波数を上げただけで機能面では変化なし。インテルはイッチニュースに対してこれが最後のアイテイニアムであると語っている。ヒューレット・パッカード・エンタープライズは搭載サーバーを2025年までサポート予定。対応 OS は HPUX1994 年の IA-64。64 発表当時は IA-32 でパーソナルコンピュータ市場での事実上の標準となったインテルが PA リスクと HPUX を持つ HP との共同開発により64ビット市場で MIPS、Alpha MI、Spark、Power などの各社のリスクプロセッサと正面から競合し同時に AMD などの互換プロセッサベンダーを振り切るものと広く報道された。 このため、ハイエンド市場への進出を狙うマイクロソフトは、Windows、メインフレームや o や、オフィスコンピュータなどの自社独自プロセッサの移行先とする、ブルジーチオス、NEC アコス -4 などのほか、競合プロセッサの開発を続ける IBM や、サンモオペレーティングシステムである x やソラリスでは、IA-64 番の開発を並行して進めた。 しかし初代アイテイニアムのリリースは当初予定の1999年から遅れて2001年となり各社はイタニウイム対応製品をリリースしたが当時の各社リスクプロセッサと比較しての性能の低さ対応アプリケーションの少なさ IA-32 互換モードの遅さもあり広くは普及せず X やソラリスの IA-64 番はリリースされなかったその後も 各社リスクと比較して、i t e n i ムの性能向上は進まず、一方で、レジスタ数や信頼性などで、各社独自プロセッサの移行は進んだ結果、i a 六十四はニッチ市場化、特に日本市場への偏りが進んだ。一方で、二千三年には、従来の x 八十六の六十四ビット対応である a m d 六十四が登場し、二千四年から二千六年に、 かけて、インテルも、インテル64として追随したため、各社のローエンドサーバーは、X64 が主流となった。1999年に設立されたスタートアップの、プラットフォームソリューションズは、主に、アムダールを退職したエンジニアを要し、HP 製のアイテニアムにプラットフォーム上で、IBM メインフレームのバイナリーコードを揺れとして、IBM のオペレーティングシステムを含む、 既存のメインフレームのアプリケーションをそのまま動作させるという野心的なソフトウェアを開発した最低に c p u の SMP プラットフォームで一つの CPU が Linux で走る I o プロセッサとして動作し残りの CPU はメインフレームの命令セットをエミュレートする SMP として動作する IBM 互換のコンピュータ会社が 次々とメインフレームのビジネスから撤退して IBM が再び独占することになったメインフレームのマーケットのうち主にローエンド機器のシェアを狙ったが IBM はこれに対して特許侵害などを理由に訴訟を起こし最終的に IBM がプラットフォームソリューションズを買収することで決着したことでこの新しい互換機ビジネスは幻のものとなった2004年には アイテイニアムの設計より HP は撤退し、アイテイニアムの開発に携わった HP の社員はインテルに移籍し、アイテイニアムはインテルからの販売のみとなった。また2005年9月にアイテイニアムソリューションズアライアンスが設立された。マイクロソフトは2005年に Windows XP Professional 64bit アイテイニアムエディションの販売を終了して、代わりに X64 エディションを販売開始し、さらに2010年4月には残るサーバー製品である Windows サーバーでも今後の i t イ n アムサポート中止を表明した。RedHat は2009年にジ期レル6では i t イ n アムはサポートしないことを表明した。Oracle は2011年3月に i t イ n アム向けの全ソフトウェア開発の終了を発表したが、直後に HP はオラクルを批判し、アイテイニアム向け HPUX 開発継続を表明した。同年6月、HP はオラクルを契約違反で提訴。2012年8月に裁判所は、契約に基づくサポート義務を認定。翌9月に、オラクルはアイテイニアム向けソフトウェアの開発継続を発表した。2011年現在、アイテイニアムの採用は主に、 ユニシス OS2200 や NEC アコス -4 や HP ノンストップなどの独自仕様のメインフレームおよびオフィスコンピュータの代替市場と HP や NEC や日立の HPUX、稼働サーバーの一部、スキーなどの Linux サーバーの一部に止まっている。スーパーコンピュータ市場での IA-64 システムの比率は 最大では1から2割となったが、2009年には1.2%に低下し、2013年6月のリストでは一つも採用されていない。相手イテニアムの主な設計上の問題は3次キャッシュの支援時間、冷点子が大きすぎる点にある。インテルの設計者は明らかにバンド幅が大きければ、冷点子の問題は相殺されると期待していい。しかし、冷点子が 大きすぎキャッシュが遅くなったため、四季翼のインターフェースと大差のないものになってしまった。一時及び二次キャッシュはかなり小さく、32K バイトと 96K バイ、システムバスの負荷を増大させた。キャッシュバンド幅が小さいことに加えて、IA-64 コードは X86 に比較して大きくなる傾向があった。したがって、キャッシュに置いておける命令数は、 キャッシュサイズから想像される以上に小さい。結論として、1998年から1999年の出荷を想定して決められたと考えられている技術スペックに対し、開発の相次ぐ遅延により、出荷する前に時代遅れになってしまった。ただしアイテイニアムの支持者は、シングルスレッドの実行に関しては、アイテイニアムが X86 よりも高速であると、 主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。